時代にこういう花はまだ存在しておるのか。ええ、少し形が違うけれど、これも桜の花よね。昔自宅の庭に大きな桜の木があったわ。桜が咲く季節になると、お父様と一緒に庭に座ってお茶を飲みながら、その後お父様はいなくなって、世話をする人もいなかったからか。そう、それは残念。実はわらわも長いこと桜の花を目にしておらぬのじゃ。さ、あの頃わらわたちは約束の律者に勝ったが、あんな悲惨な勝利を、ま、実を言うとこの桜の花もエデンからもらったもの。血に染まった桜、エデンらしくないわ。彼女はどこかで過去のわらわの癖を知ったのやもし。花にある血はわらわにとって特別な意味があると彼女。過去の癖、忘れな草のことかしら。ああ、その後それを自分の象徴にすることはあまりないが、わらわがしたことは昔と何の変わりもない。さくら、あなたが毒よ、あ、いえ、あなたが火を蛾の中で担っていたし、わらわに他の選択肢はなかったのじゃ。これはわらわと火を追うが、それからメイ博士との取引、そうでなければわらわは守りたい相手を。